はい、皆さん、こんにちは。私、株式会社愛の里、管理部の次長をしております、小川と申します。今日は、短い時間になりますけども、何卒よろしくお願いいたします。今回は、郡山市でお勤めになること自身を考えていらっしゃる方が今日おいでいただいているということで、私自身は約20年前に、郡山市、県南の方から、郡山市の方に来ましたけども、簡単に言っちゃうと本当に住みやすいところだなというところで、私、県南の白川というところだったんですけども、白川は結構ね、風が強いんですね。那須おろしっていうのが結構吹いたりしますけども、結構寒い地域ではありましたけども、これは比較的温暖で、寒暖差もどちらかというと県内よりも少なかったかなというところもあります。そういったところで私も約20年間、当初は営業のお仕事をやらせていただいておりましたが、郡山市というのはいろんな通りの名前、うねめ通りであるとか桜通りとか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけども、この通りを覚えると比較的その訪問先とか営業先というのがすごく覚えやすかったなというような印象を持っております。皆さんね、郡山市に関してはどんな印象をお持ちかどうか、いい印象あるのか、悪い印象なのか分かりませんけども、ちょっと郡山市のことを知ってますかということで、ワンステップフェスティバルっていうのを聞いたことある方いらっしゃいますかね。今でもね、だいぶ野外のロックフェスっていうのは開かれて、最近はね、コロナのこともあるので、なかなかそういう機会減ってるかもしれませんけども、今から約4、50年ぐらい前ですかね、開成山という公園で、今の野外フェスの、先駆けとなるフェスティバルが開かれたというのがあります。知ってる人は知ってることかもしれませんけども。あとは、諸説あるというふうには言われてますけども、コンビニ、今当たり前のように24時間やっていますけども、セブンイレブンさんが、第1号の24時間をやった店舗っていうのは、郡山市の虎丸というところにあるセブンイレブンというふうになっています。そういった意味でも、いろんな、先駆けでやっていて、文化的にも音楽が盛んでというのが郡山市の魅力かなと思いますので、私自身は郡山でお仕事をすること自身をぜひお勧めしますので、その中で今回私どもがご説明させていただきます介護、福祉の事業に関してですね、私どもの方が代表とならせていただいて大変恐縮ではございますけども、少し業界のお話もさせていただきながらですね、弊社、それと介護の仕事、ご案内させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、私ども、株式会社愛の里と言いますけども、聞いたことある会社かどうか、実はテレビ CM を福島県内ではやらせていただいておりますが、見たことはございますでしょうか。ちょっとその CM 見ていただきましょ金婚式の準備大丈夫？頑張ります。私、介護の仕事これが弊社が、2年ぐらい前から、福島県内の方で、行わせていただいておりますテレビ CM になります。介護の仕事、我々は高齢者の介護の仕事をやらせていただいておりますけども、特に利用者様たちに驚きのあるといいますか、感動をしていただけるようなサービス提供を心がけております。その中でも、ちょうど私どもの、第1号店になる郡山市の片平にある事業所でですね、ご夫婦で入居されている利用様方がいらっしゃって、その方が金婚式の時に皆さんでお祝いをしたという実際にあったエピソードを CM にさせていただいたのが、こちらの CM になります。これが放映された頃のには近くのスーパーマーケットで小さい子が愛の里っていう最後の、ロゴを読み上げるようなのを、お話していただいてる、声出して読んでいただいてる時には本当にちょっと嬉しくなりましたけども、これを見ていただいた時にはそういう介護の仕事をやってる会社なんだなっていうのを思い出していただければ嬉しいです。はい。私ども株式会社愛の里の方の、法人の方の説明に移らせていただきます。弊社、株式会社愛の里と申します。設立は平成15年の8月になりますので、今年の、8月でちょうど20周年を迎える会社になります。代表は、渡辺俊というものが代表取締役を務めさせていただいております。従業員は現在約250名。
本社は福島県郡山市の片平町というところにあります。うねめ物語の発祥になったところというようなことで、片平町言われております。で、郡山市さんの方でも、力を入れておりますが、SDGs、ですね、持続可能な、開発、目標ということで、弊社でも昨年の3月に SDGs の宣言をさせていただきました。4つの大きな項目がありまして、1つ、すべての高齢者様の幸せのために、2つ目、環境保全への取り組み、3つ目、働きやすい職場づくり、4つ目、地域社会への貢献、この4つを、職員全員で共有しながら、持続可能な、目標を、掲げて、日々行動しているところでございます。まあ、今回、私ども郡山市の、ご案内という形になりますが、実は福島県内、16の事業所を運営させていただいております。郡山市7カ所、福島で6カ所、川俣町で2カ所、本宮市が1カ所。まあ、本社が郡山市にあります通り、第1号の事業所は平成16年に片平町に作りました高齢者のグループホームというのが、発祥になります。で、現在では片平町の他に大瀬町、大月町、それと西田町に2カ所、それと芳賀、今年の1月に菊田の方にも開設しまして、現在では7つの事業所を郡山市の方で、開設させていただいております。で、私ども、介護施設の中でも、実は例えば郡山市の方だったらば、郡山市にある事業所であれば、郡山市の人しか使えない。これを地域密着型サービスと言いますけども、弊社の方で行わせていただいている事業所の、ほとんどはこの地域密着型サービスという形になっております。ですので、郡山市の方が郡山市で、生活を継続されて、介護サービスを利用しながら、長く元気に生活をしていただくという事業になっております。介護の事業の中にはですね、まあ、比較的我々のところの事業所は、定員が大体、20人、18人ぐらいのところが多ございます。で、特別養護老人ホーム、よく特養とか、老人保健施設、老健と言われるような、大きな事業所もございますけども、弊社はどちらかというと、小さな施設を、県内に16事業所を開設しているという、運営形態になります。この他にも、利用者様の、ご自宅の方に、お伺いして、サービスを行う訪問サービス、あとは、まあ、我々の方でもサービスを行っておりますけども、通っていただくいわゆるデイサービスというもの。介護保険のサービスにもいろんな種類がありますので、ぜひ、介護の事業を検討されている方は、その介護サービスの中でどんな事業をやられているのかなというのは、しっかり、確認された方がよろしいかと思います。また、弊社は高齢者の介護の事業を、行わせていただいておりますが、同じ福祉の、くくりの中では、障害者の方々に行うサービス、あとは保育サービス、そういったところもあります。ぜひ福祉のところをですね、考えた、福祉の方に進みたいなという方いらっしゃいましたらば、大きく福祉というふうに捉えたときに、高齢者の介護、障害者の方の支援、保育、どんな形でいくのがいいのかなっていうのも、視野を広げてですね、考えていただくのもよろしいかと思います。まあ、その中で、弊社は、どちらかというと、地域の方々と密着したサービス提供を行わせていただいている事業所を、小さな事業所を16事業所、福島県内で行っているというふうに考えていただければと思います。はい。ここからは我々の介護の、まあ、方針といいますか、どういった形のサービスを行うかというところに関して少しご説明をさせていただければと思います。まあ、どちらかというと、弊社を利用されている、利用者様、あるいは入居者様というのは、比較的介護の必要度が低い方がどちらかというと多い形です。で、やはり一度施設の方を利用すると、やはり長く使われる方が多くなってきますので、その中で少しずつ介護の依存度が高くなってくるという傾向がございます。
先ほども申し上げました特別養護老人ホーム、こちらは比較的その介護の、要介護度と言いますけども、これの高い方が多くなる、まあ、寝たきりであったりしなくても車椅子が利用が必要な方が多く、入られる方、あるいは、ルール上そういう方じゃなきゃ入れないというルールになっております。しかし、我々のところは地域の方々であれば、比較的介護の依存度が低くても使えるサービスが多くなっております。ただ、我々のところで多く利用されている方は、認知症という、病気をお持ちの方がほとんどという形になっております。ただ、認知症があったとしても、実際には必要な支援、介護があれば、しっかりと生活を継続できるというところに関して、特に、介護の技術というよりも、心を通わせる、介護といいますか、やはりお互いの心を理解、信頼のもとに行うというところを強く、進めているのが、弊社株式会社愛の里の特徴という形になります。よく三大介護ということで、食事、入浴、排泄なんて言われますけども、そういった技術、当然、怪我や、身体状況の把握のために必要なことではあるんですけども、そういった技術よりも、どうやって利用者様に感動を与えるか、どうやって利用者様に喜んでいただくかということ自身を、考えて、本気で取り組んでいるのが我々の会社です。で、そういった、一生懸命利用者様のために頑張る仲間が、みんなで心から応援できるようにしていきましょうというのが法人の風土になっております。我々としてはいつも前向きに明るく、まあ、私がどうかはあれですけども、笑顔が素敵な人材を求めて、もしどの、それ、自分の中ではちょっとここが足りないなということがあったとしても、我々がそこを引き伸ばしてあげられるような、まあ、教育といいますか、研修等を行っていくような形になります。会社の中はすごく笑顔が溢れている会社で、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。はい。まあ、もし、我々の、中では、やはり、未経験の方も非常に多い、法人でございますので、研修制度をしっかりと充実させてやらせていただいております。今、画像を共有されているところで、前に立っている、方、マスクしている方はですね、弊社の代表の渡辺でございます。弊社の、代表、もう20年この介護の事業を行っておりますけども、20年変わることなく、新人さんからベテランの方まで、それぞれのステージに合わせた研修を、企画し、実際に、前に立って、愛の里の考え方を伝えるという、まあ、比較的介護の事業所の中でも、会社の代表が前に立ってやるというのは、あんまり私もいくつかの会社を経験しておりますが、ない形態で、やはり会社の、トップが、しっかりとリーダーシップを取って、職員さんたちに、近い距離で、いろんなことを教えてもらえるというのは、弊社株式会社愛の里の、特徴の一つであるかというふうに考えております。まあ、資格に関しましても、聞いたことあるかもしれません。昔はホームヘルパー2級というような、比較的導入の簡単な、資格ありましたが、今ですと、実務者研修とか、初任者研修とか、あとは、まあ、国家試験としては介護、福祉士、あと、まあ、民間の制度になりますが、全体的なその利用者様の介護の計画を作る、介護支援専門医、簡単にケアマネージャーという言い方をすることがありますけども、こういった資格も、介護の中にはございますが、そういったところの、資格、所得の応援ということで、実際に資格を所得するのにあたって、研修講座に通う時の費用の一部を、我々の方で応援してあげたり、あるいは実際の資格試験ですね、介護福祉士や介護支援専門医の受験の際には約6ヶ月前から集中講座を開かせていただいて、同じ法人の中で、まあ、事業所は違ってもみんなで集まって、みんなで切磋琢磨しながら受験突破を頑張ろうというような、制度を取らやらせていただいているところで、まあ、福祉系の資格をすでにこれから取られる方、あるいはこれから入職してから取られる方、いろいろいらっしゃるかもしれませんが、我々のところは持っていようが持っていまいが、安心して来ていただければと思います。それよりも、やはり利用者様、高齢者の方のために喜ばせたいという気持ちがあれば、我々はしっかりとサポートしていきたいというふうに考えております。あと、また、福利厚生に関しても充実しているところです。
比較的福祉の業界というのは、やはり人に対して優しい、方々が多い業界、まあ他の事業所がそうでもない、事業がそうではないとは言いませんけども、比較的やはり人と人の、触れ合う仕事になりますので、やはり人に対してはすごく、温かいと言いますか、ところがあるかと思います。その中でも弊社に関しましては、まあ、代表が、職員は、家族である。で、職員の家族も家族であるというふうな考え方を持っておりますので、まあ、弊社、他の法人さんであまりない弊社にある制度としましては、育英児年金制度といいまして、まあ、皆さん今日若い方なのでそんなに心配することないですけど、私みたいなある程度の年齢になると、急にぽっくりとね、病気で行っちゃったりする、亡くなってしまったりなんてことを心配したりするんですけども、そういう時に、その亡くなられた、万が一亡くなられてしまった職員さんの、お子さんが、大学を卒業するまで、その、教育資金になるようなものを、毎月年金制度としてお渡しをするということを、制度として取らせていただいている形になります。まあ、こういった仕事に集中できる環境を整えて、しっかりとフルパフォーマンスで利用者様に喜んでいただけることを取り組んでいこうというのが弊社の考え方でございます。はい。毎日の利用者様の生活に役割と楽しみを、実際に先ほども言いましたが、これは実際の今、利用者様との、生活の場面の写真になりますけども、どちらかというと、その寝たきりであるとか、車椅子使っている方も比較的少数でございます。ただ、実際に事業所の中、施設の中にいっぱなしになってしまうと、やっぱりできることもどんどんできなくなってしまうということで、盆栽をやったり、洗濯物の畳み方をやったり、みんなでカレンダーを作ってみたり、あとは今、移動販売なんていうのも来てくださることがありますので、こういったところで買い物をしながら社会との接点を作っていこうというようなことの取り組みをやらせていただきまして、まあ、いつ、リハビリという形でやることもありますが、日常の生活の動作の中で、しっかりとリハビリを行っていこうというのが我々の考え方でございます。で、我々としては利用者様に対して心を込めた感動あるサービス、ここに来てよかったなと感じてもらえるようなサービス、サポートができるようになれればいいなというふうに考えております。我々愛の里の、三大イベントと言われるものがございまして、敬老会、それとクリスマス会、それと誕生会、この3つを、大きく力を入れております。これは生活のメリハリという意味もございますし、やはり今写真出ておりますのは敬老会になりますけども、長く日本の、発展を支えてくださった方々の、まあ、ご高齢長寿をですね、しっかりと感謝の意味を込めるという意味で、敬老会の方を開かせていただいております。また、誕生会に関してですけども、誕生会も比較的、あれですね、大きい事業所さんになってしまうと、じゃあ、2月の誕生日の方を皆さんでお祝いしましょうということが出てきたりすることありますけども、弊社は利用者様のその誕生日、その日に行うこと自身を基本としております。それで利用者様自身が喜んでもらえるようなサービス、演出をさせていただく。この中央の上の段になりますのは利用者様が、天ぷら食べたいなというので、目の前で天ぷらを揚げてご提供させていただいた写真でございます。そういった利用者様の希望、あるいは、趣味趣向に合わせて職員さんが企画の段階からしっかりと利用者様を感動させるために、まあ、サービスを行う、イベントを行うということをやらせていただきます。これは他の事業者さんより我々のところ正直大変だと思います。ただしっかりと利用者様にその思いが伝わると利用者様は非常に喜んでいただけますので、それを、一回体験してしまうとこれ病みつきになっちゃうものですね。はい。まあ、そういった、我々の特徴としましては、利用者様に心の通う、サービスを行うということを強くやらせていただいている会社になります。まあ、介護、福祉、そういった事業の中で、まあ、先ほども言いました、この事業に関しては非常に優しい方が多い事業です。ですので、これからお仕事に勤められる方、業種悩んでいる方、いろいろいらっしゃるかと思いますけども、もちろん我々の会社も大歓迎です。ただ、福祉、介護の業界としても、これから少子高齢化と言われるところがどんどん推進され、どんどん進んでいくところになります。高齢者の方々は若い方々の介護の力を欲しておりますので、
ぜひ利用者様、高齢者の方々の誰かの力になりたいという方にとっては、とてもいいやりがいのある業界だと思います。ぜひ、弊社株式会社等を含めて、介護福祉業界をぜひご検討いただければ幸いでございます。弊社株式会社愛の里に関しましては、ホームページも持っております。その中では先ほどもお話しさせていただきましたイベントの様子であるとか、求人に関するページもご準備しておりますので、ぜひ株式会社愛の里と検索して、弊社のホームページの方もご覧いただければと思います。はい、とりあえず私の方のご説明はこれまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。